テレ朝動画。バナナ TV。 バナナ TV で買ってった沖縄がブザーったんだけど、一個うんこまみれになっちゃったよ。なってないよ。いっぱい詰まってんだ。こっちこっち、いいですか言って、はい、次はあのね、バンコク。全然違う、全然違う、全然違う。やったことを思い出した方が当てられるんじゃない。ああ、なるほど。 1個目がドラマに出て、2個目のハワイでファイヤーダンス、ファイヤーダンスやった。でタップダンス、タップダンスやった。その後にやったことよ。ロス、ロスの映画、映画オーディション。違う違う。オカマ、バンコクのオカマ。だからバンコクじゃない。何やったっけ。オカマショーじゃない。グアム。正解。合ってる？うん。俺グアム何やったの？マジックショーだ、マジックショーだ。いや確かにグアムが一番練習とかのあれが違ったからかな。グアム行ってんだよここで。マジックショーだ。シャワー兄弟誕生。宮崎さんが、ラジオまで時間ないけどシャワーシーンだけ撮りたかったんで、シャワー浴びながら打ち合わせしちゃったんです。宮崎さん、そうかそうか、はい、まあいろいろやっての、うん、ちょっともう順番いい、もう全然分かんないから、もう外れてるし ね、いいよね。まあ特別編が入るんだ、コロンビアと、はい、沖縄と。すごいね、うちのトイレにバナナ TV で買ってった沖縄のがブザーったんだけど、はい、うんこまみれになっちゃったんでしょ。なってないよ。一個すげえ細長いのが、あの細長いおじさんのなんかコーヒー豆持ってる細長いあのからもらったやつなんだけど、このあれ見るといつもこれ全然思い出ねえなと思って。でここから2013年で、はい、まず沖縄編、これは DVD 発売記念日。そうだね、沖縄も2回行ってるからね。ここででもグルクンマスクと出会うんだ。これが後にさ、いろ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 な、いろいろなことが起きるっていうね。試合したからね最後ね。タッグ組んで試合したからね。プロレスやったもん、ね、おそうそうそう。橋本五皿も決まったんですよ。橋本五皿ですよ。さあさあさあ、舐めてるね。ガトーかけてるわよ、この。これが橋本五皿だろ。やっぱね、うん、強かった橋本五皿。疲れ果てたもんな、あれは大変だったけど。まあそうでしょうね。いやー、なかなかよかったよ。で2013年の4月が LA よ、うん、これも良かったね。あ、これでここがバースデー仮面の初めて。そうです、初めてバースデー仮面ね。バースデー仮面、あれ日村さんですよね。違います。これ会ったことないですから、あの人と。いつも僕がいないときに現れるという謎の。バースデー感覚変わってますからね。そっか、日村さんじゃなかったですね、あれね。これもでも、あのいいとも終わりで日曜日の夕方までに戻ってきますからね、うん、20時間ぐらいしか多分 LA にいなかった。そうそうそう、そうか。でも我々は申し訳ない、トラさんが先に帰った後に我々はすげえ遊んでる。ここら辺からだよ、すげえ遊んでる。野球は見に行くわ、ユニバーサルは行くわ、スカドライブで買い物とかして。申し訳ないけどもね。でタイ、バンコクがこの次だ、はい、これはオカマショーですよ。あ、この辺か。ファーストクラスに乗せてもらってさあった。最高最高。いやすごかったんだよ。 A さん始まる。いや乗りたい、乗りたいと思ってて A さん始まる、ね、そう。もうファーストクラスも初めてね、うん。だってリモアのこんなちっちゃいさあ、なんかそうそう、ね、あのそう、あのアイマスクとかね、耳栓とか入ってるのがもうリモア。リモアだな今も、ね、持ってる。あれリモアファンはたまんないらしいね。あ、ないからこれが。あ、どこにショップにもないしと。なるほど、うん。あれでバナナ TV コラボ出させてくださいってリモアに言ったんですけど、うん、そういうのやってます。そういうことだよね。
断られちゃったんだ、うん、でもこの時、うん、ああ。まあ椅子ぶっ壊したり、あれすごかったね。井村さんが座った椅子が、ありえないよね。あの店は超面白かった。あの店が悪いわけないけど。あ、フォー的なやつ。フォー的なちょっとこのね、いいじゃない。良いじゃない。でも本当に食べたいのは。日本食ですか。残念。いや嘘。嘘。椅子が壊れた。おいおい、どんだけデブなんだよ。残念。椅子壊れ。この時その椅子がぶっ壊れた時に食ってる、うん、フォーだっけ。フォー、あれラーメンみたいな。フォー。そう、麺。そう。でちょっと。